山本周五郎著ちぎり絹。一の一。またよっちまったのかい潮のない子だね。お客さんはどうしたの今、菊ちゃんが出てるわ。こうなっちゃだめよ、母さん。この人には、お侍はいけないって。あたし、そう言ってあるじゃないの。お侍ばかりじゃないじゃないか。お客ってお客を振るんじゃないか。 そりゃ今のうちはいいさ。稼ぐことは稼いでくれるんだから。こっちはまあいいけどさ。こんなこっちはお前、今にお客が黙っちゃいないよ。散ぱらおまわりだのちんちんだの、好きなように引き回しておいてさ。いざとなると、みんなお預けなんだもの。あれじゃあんまりひどいよ。果たしって、初めのうちはそうだったわ。一人もよるだろうけれど、汚れないうちは。 つい一日伸ばしにしたいもんよ。この子はそんなウブなんじゃないね。どうして相当商売ずれがしているよ。素人でこんなに叫びたりになれるもんじゃないし、小悪ルで有名な貸しげんさんまで手玉に取るところなんかさ。賜物もの前じゃないけれど、今にきっと尻尾を出すから見てごらん。酔いつぶれたお夏は、うつらうつらとそこまで聞いていた。悲しいなと思った。 そうしていつものように、口の中で母の名を呼びながら、いつか眠ってしまったらしい。その泥のような不愉快な眠りの中で、珍しくお屋敷の正二郎様の夢を見た。まるまると太ったほっぺたを赤くして竹の棒で一生懸命に地面を掘っていらっしゃる。何をしていらっしゃるのかと聞くと、この中にいいものがあるんだよ。待っといで。今みんな。 お前にやるからね。こう言っているうちに、その掘った穴からどんどん水が湧き出した。さあ、手を入れてお取りというので、水の中へ手を入れてかきさぐると、一種銀がザクザク出てきた。いくらでも出てくるのである。嬉しさのあまり胸がドキドキし、これでお米も買えるし、母さんのお薬も買える。こう思いながら水の中からつかみ出しては、 手をけ入れていると、急に周囲で笑い声が起こった。びっくりして見回すと、章二郎様は影も形もなく、近所の悪道たちが大勢取り巻いて見ているのである。彼らのゲラゲラ笑い生やす声と、身のすくむような恥ずかしさとで、思わずうめき声を上げ、そのうめき声で目が覚めた。目が覚めても、笑い声はやまない。 そっと頭を上げてみると、勾配の女たちが五人、明るくした暗闘の周りで桃を食べながら話したり、笑ったりしていた。むやみに赤い色の寝巻きの裾も胸もあらわにして、おしろいのはげた疲れたような顔に根の崩れた髪の毛がかぶさるのも構わず、口や手指をびしょびしょにしながら桃にかぶりつき、あけすけな言葉で、 客の品定めをしては笑うのである。なんて楽しそうだろう。この人たちには、こんな生活が、苦しくも、恥ずかしくもないのだろうか。お夏はそっと寝返りを打ち、雨水の染みのある壁の方へ向いて、目をつむった。はたかって変なものよ。木沼さんのご連中さ、みんな相当なお家柄の息子さんばかりでしょ柳町あたりで。 ずいぶん派手に遊ぶっていうのに、それで済まなくって、三味線もろくに弾けないこんな菓子プチへ来るんだもの。ごちそうばかり食べてると、たまにはおこうこれ茶漬けが欲しくなるのさ。あら、ごちそうはこっちの方じゃないか。お菊という一番年かさの女が言った。柳町なんかは一流とかなんとか言ってさ、嫌にお高く泊まって綺麗事な遊びしかさせやしないさ。 そこへ行くとあたいたちは、見えも気取りもありはしない。油の乗ったこってりしたところを、それこそ、縮小するほど、わっと笑って叩いたり叫んだり、障子が音を立てるような騒ぎが起こった。い,いえ、そうじゃない。この人たちもみんな、気の毒な身の上なんだ。こんなどん底のような生活へ落ちるまでには、悲しい辛い事情があったに違いない。 はあやって、楽しそうに笑っているけれど、心の中では、みんな恥ずかしさと苦しさに泣いているのだ。女たちはなおしきりに、その五人連れの侍客の噂を続けた。彼らは、キ沼マキナニという太った若者を中心に、いつも同じ顔ぶれでやってくる。お夏は一度しかその座敷へ出ないが、五人とも品のいい若者で、 こんなところの女だからと言って見下す風もなく、むしろ面白そうに飲んで遊んで、時にはかなり多額な金を置いていくということであった。でも、北原って人だけは別だわね。あの人、女嫌いなんですってよ。笑わしちゃいけないよ。お菊が鼻でせせら笑いをした。男でいて女が嫌いなら片物さ。 今はまあ硬そうに済ましてるけど、むっつりなんとかって、あんなのが一度味を覚えたらと言うん,んだから。じゃあ、おくさん、くどいたらどうダメよ、お菊さん、振られちゃったのよ。何さ、そういうお前だって。ひゃっと叫び声が上がって、また叩いたり押したりして、みだらな言葉を投げ合った。彼女たちはそれぞれで、北原聖之助というその侍を、 密かに自分の客にしようと試みたらしい。最も器量の悪いお銀という女まで、果たしまよ、と言い出したので、みんなはまた弾けるように笑い崩れた。よし、こうなったらいいだわ。なんとかしてあの人を客にしようじゃないの。もし、くどき落としたら。そうだね。みんなで金を集めてさ、それをそのくどき落としたものにやることにしようじゃないの。そりゃいいわ。 やりましょう。そういう励みがつけば、腕によりをかけて。ま、待ってよ。励みをつけるには、金高によるわよ。一体、いくらくらい集めるの何しろ、うちとしちゃ、極上飛び切りのお客なんだから。神さんにも乗ってもらって。そうね。ま、ご用ってところかしらね。さあ、閉めた。それ嘘じゃないわね。すぐ母さんに話してよ。 大丈夫。相手が相手だから、きっと母さんも乗るわ。それっぽっち、すぐ取り返せるんだもの。じゃあ、母さんに、みんな出させちまえ。そんな騒ぎが次第に遠くなり、お夏はまたいつか、重苦しい眠りに引き込まれた。そこは54万石のハンガな城下町のうちで俗に、貸しっぷちと言われ、 三十七八見の多頭な商家が集まって一角を作っている。すぐそばを大田川が流れているので、そう呼ばれるのだろうが、柳町、松岡町などという他の家外のものとは区別されて、着物も髪形も一定の規格があり、町の子供たちなどにも足っぷちの御家ということは一目で見分けがつくし、すぐ悪口の種にされた。 御ケという代名詞は他の土地にもあるようだが、ここではずっと昔、妻が夫の死後に不倫なことをした場合、それが法に触れるとそこへ落とされて、娼婦にされたのが起こりだという。事実はどうかわからないけれども、城下町の人たち、中でも婦人たちは今でも固くそう信じていて、そこにいる女たちを特にいやしく見ていることは確かであった。 しかし、不思議なことには、そこは柳町や松岡町よりも繁盛するばかりでなく、遊び客も職人や企を取り人足どものほかに、大きな商家の息子や武家の者などが、こういうところは、本当の優等の味がある、などと言っては、かなりしげしげ通ってきた。お夏は、この三好へ来て、百日余りになる。 彼女はこの国の隣にある小さな藩の足軽の子であった。ここでは、大田川というその川が、お夏の故郷では荒い川といい、少し大雨が続くと氾濫して田畑を埋め、城下町まで浸してしまう。そのため、下州奉行という役所があり、お夏の父と兄とはその役所に属していた。それがちょうど、 去年の8月初めのことであるが、雨が5日ほど降った後の非常な暴風雨で、寮内の所々に山崩れがあり、荒い川は大洪水になって、水はお城の石垣の根にまでついた。田畑の被害はもちろん、城下の家もかなり流されたり、倒壊したりして、五百何十人も死んだり、埋められたりし、千人を超す負傷者が出た。 父のもきちと兄の一の城とは、七番荒い関という持ち場を守っていたが、洪水のため流されて一緒に死に、母とお夏とは足軽長屋にいて、潰れた家の下敷きになり、お夏は無事だったけれども、母は腰と右の太ももの骨を折ってしまった。平成ならそんなことはないのだが、両内全般にわたる大祭で、父や兄の弔いはともかく、 母のことは、お夏の上に全部かかってきた。親類もしるべも皆、多かれ少なかれ、水にやられている。結局は金を借り、借りた金に縛られて、パンのこんな土地へ落ちてきたのであるが、お夏がこっちへ来る前、彼女のそんな犠牲にもかかわらず、母はついに死んでしまった。男子がいなければ、藩との関係は絶える。 また、いずれにしても、こんな惨めな境外に落ちるとすれば、いっそ母には死んでもらった方が良かったかもしれない。こうなったのは、自分の罪ではない。どうしてもやむを得ない事情だったのだ。けれども、これから先は自分の問題だ。お夏はこう思った。そういう世界へ入ってしまえば、もうおしまいだという。 それが世間一般の通念である。だが、自分はそう簡単に諦めはしないと思った。好んで落ちたのではない。抜き差しならぬわけがあって、その他に手段がなくて落ちてきたのである。だから、今度はこっちの番だと思った。胸田という仮名もなくなり、親も兄弟もない。場合によれば、命を捨ててもいいのである。 お夏はそう、覚悟を決めていた。一の二三十七発見ある商家の中でも、三好のお鉄という女主は、腹の広いのんきな性分で、そんな家業によくある女たちを無理に働かせるとか、 客からアコギに絞る、などということがなく、家も大きく、部屋の数も多く、酒、魚も吟味するという風で、三吉は御家の極楽だ、などと言われていた。お夏にはすぐに客がついた。気量もよかったが、育ちが違うのでどこか人目を引くらしい。身分は足軽にもせよ。武士は武士という誇りがあって、ある点ではむしろ身分の高い武家より。 きちんと育てられた。控えめな性質でいて、どことなく折り目の凛とした巨層。そんなところが客の好奇心をそそるようであった。お夏は素直に席の取り持ちをした。その間に酒を飲めるだけ飲み、客と二人だけになると悪酔いで苦しみ出す。て々と部屋中もがき回ったり、おうとしたり、苦しがって泣きわめいたり、客を罵したりした。 ひどいやつだ。あんな女は初めてだ。一晩中、解放させられた上、罵しられ、乱暴をされて、こんな風に怒って帰る客がある。もう決して、あんな女には構わないと言いながら、次に来ると、必ずまた彼女を呼ぶのであった。おい、この間の晩のことは忘れちゃいないだろうな。ひどい目に遭わせたぜ、本当に。ごめんなさい。 お夏は耳まで赤くなってうつむく。自分に恥じていいのだが、相手はもちろんそうは取らない。また、そうしているうちは際立った顔立ちの、ことに目が美しく、立ち居がキビキビしていて、しかも全体がしっとりと落ち着いている。何もそんなに硬くなっていることはないじゃないか。さあ、一つ行こう。ただし、今夜は解放はごめんだぜ。 こうして客の方から自然と酒を進める。酒好きが10杯、ワの蓋になり、湾で飲み出し、食べもしない魚や菓子を注文させ、しまいにそこら中の部屋のとこまから花を集めてきて、それを両手で抱いた。お前だけよ。血の仲良は、お前たちだけだわね。そんなことを言って、花の中へ顔を埋めて泣き出し、泣きながら眠ってしまう。そんなことも、 珍しくはなかった。だがもちろん、タビそう簡単に行くとは決まらなかった。昭和ルとか女たらしなどと言われる客は帰って扱い良かったが、若い職人とかおも者などで本気になって通ってくるものには困った。そういう人たちには金は使わせられないので、こっちで金を出して酒を取り、相手をも酔いつぶし、自分もベロベロになって暴れる。 よしのお母さんを自分のものにしようというのなら小判の五十枚もそこへ並べてごらん。まだくちばしの黄色いお前さんたちの相手になるお姉さんじゃないよ。顔を洗って出直しておいで。そして物を投げ着物のどこかを引き裂き大の字にぶっ倒れるのである。それでも飛びかかって気はしないかとハラハラしながら一方ではあまりのあさましさに涙がこぼれ口の中で 母を呼ぶのであった。今にお客が溜まっちゃいないよ。酔いつぶれていると聞いたおてつの言葉は、お夏の心を突き通した。これからが自分の戦いだ。いざとなれば、死ねばいいんだ。こう思ってやってきた。そうして百日余りは、ともかく切り抜けてきたのであるが、その戦いは常に一方的であった。人や人やをしのぐのに、 お夏は身も心もくたくたにしなければならない。しかも同じ夜が同じような夜に続くのである。そうだ。このままでは済まないだろう。お夏は口の中でつぶやいた。ひまり。このままでは済まない時が来るだろう。外には梅雨のような雨が降っていた。昼下がりのひっそりとした時刻で湯から帰ったを聞くとお園という二人が、 何か食べながら胸話をしていた。お夏は雨に煙る空を眺めた。窓先の釣りしのぶが濡れて、鮮やかに歯を伸ばしている。七両二部だってさ、ほんとだよ。あら、やだ。七両二部って言えば、人の女房と何した時。あ、まあ、やだ。母さんたら。<laughs> 何が嫌さ、喋ってるじゃないか。 こう言っているのはお菊であった。つまりこうなの。北原さんくらい硬い人を口説き落とすとすればよ。その人を寝取るのと同じ値打ちがあるっていうのよ。そいでそれ、みんな母さん一人で出してくれるのただし期限付きよ。これから三十日以内に何したらっていうの。三十日までに見事口説き落としたら、耳を揃えて七両二部、おまけに証文を巻いてやるってさ。 まあ驚いた。消紋まで書くなんて、母さんどうかしたのね。あの人だけはダメだって言うのよ。できっこないって、随分客を見てきて知っているけれど、女嫌いなんて言うんじゃない性分なんだって。ああいう人は、すっぱだかな女の二十人の中へ寝かしたって、間違いを起こす気遣いはないんだって。悔しいじゃないの。こうなったら一族だって。 なんとかしなくちゃならないわよ。はんたよ、そうなればあたしだって。おなつは目をつむった。体の中に棒でも入っているような、硬い疲れのこりが感じられる。酔いの冷めきらない頭は濁って、ふいっと死んでしまいたいように思ったり、死ぬくらいなら楽しめと思ったり、このごろの癖で、ともすると考えることが極端から極端へ飛んだ。 死ねって。一体誰のために死ぬのさ。この命はあたしのものじゃないか。この体もあたしの体じゃないか。なんで死ななきゃならないのさ。お夏はぼんやり目を開けた。ひさしから落ちる雨だれが、しきりに釣りしのぶの歯を叩き、ひらっと光っては下へ落ちる。このままでは済まない。いつかは、どうにもならない時が来る。私はもう疲れた。 もうこれ以上、こんなことを続けていく自信がない。ともすれば死ぬか。それともいっそ、こっちから。お夏はそう思う途端、我れ知らず言葉が口をついて出た。その話、果たしてもいいのおきくさん。二人はお夏が眠っているものと信じていたのだろう。突然そう呼びかけられたのでびっくりして、おそのなどは、うへえと叫んで飛び上がった。 他の三人が湯から帰り、お手伝いが用足から戻ると、冗談から駒が出たような形で、この奇妙な契約が改めて、お手伝と女たちの間に取り交わされた。お夏が進んでその仲間に入ると言ったことは、女たちに一種の警部の気持ちを起こさせたらしい。あんなに潔癖そうに客を振り続けてきたのに、ことにお侍の客には決して出なかったのに。 やっぱり欲は恐ろしい。七両二部と正門を巻かれると聞いて、今まで隠していた正体を出したのだ。そんな風に思う様子が、互いの目まぜの中にあらわなくらい出ていた。何とでも思うがいい。今にわかることさ。私がどんな女になるか。その時になって、びっくりしないがいい。お夏は平然とそっとを向いていた。 さっきおきくに呼びかけた時から不思議に度胸が決まっていた。百余日の生活でいつか感情が慣れていたのかもしれない。生きるためには人間はいろいろなことをする。盗んだり人を殺傷するものさえある。一概に汚れた世界というけれども、あれだけ多くの客がここへ来て楽しんで行くではないか。ここにいる女たちだって、 自分の好きでやっているものもなくはないだろうが、多くのものは親兄弟か身内を生かすために稼いでいる。中には病んでいる夫や子供のある者も,もいるとみ,みんな生きるためなのだ。これが穢れた世界だとすれば、こんな世界の存在を余儀なくさせる世間もまた、穢らわしいはずだ。この中で生きてやれ。誰よりも、この世界の女らしく。 みんながあっというような生き方をしてやれ。お夏はこう腹を決め、そして、それにはぜひとも、北原というその人を、第一の客にしようと決心したのであった。まあ、ごまめのはぎしりだね。気の毒だけれど。おてつはこう言って笑った。あの方だけはダメさ。あの八方破れにゃ、手も足も出やしないよ。どうしてどうして、お前さんたちが、 死者チョコ立ちをしたって。それから二三日して、絹巻たちが来た。暮れ方まで晴れていたのだが、暗くなって間もなく雷が鳴り出し、一時気持ちのいい夕立ちが来た。それが上がるかと思ったのが、少し弱くなったまま地雨になり、酔いを過ぎてもやむ景色がなかった。絹巻たちはその雨の中をやってきたのである。 宴会の崩れと見え、松岡町の安八という料亭の印入りの傘を持っていた。彼らが座敷へ収まってから、お夏は奉梅の奈美という女を捕らえ、須戸の外まで行って、どれが北原という人かと聞いた。そら、あれが木沼さん。あんた、木沼さんは知ってんでしょあの太った人。その右が今村さん。ええ、今扇子を持ってる人。 その隣が北原さんよ。平気な顔でニヤニヤしてるでしょいつもあの通りなの。あら、どうかしてい,いえ、なんでもない。なんでもないわよ。わかったわ。あんた、お座敷どうするの出ないのええ、後で行くわ。今ちょっと。お夏は廊下を自分たちの部屋の方へと戻った。心はひどく動揺していた。 不思議だ。確かに似ている。庄二郎様の幼顔にそっくりだ。部屋へ入ると、お夏は崩れるようにそこへ座り、暗い壁の一つところを、呆然と見守った。一の三。3お夏はこの間見た夢を思い出した。庄二郎がせっせと地面を掘っている。 この中にいいものがある。みんなお前にやるという。水の湧き出すその穴の中から一種銀がザクザク出てきた。嬉しさに胸がドキドキし、これでお米も買えるし、母さんのお薬も買えると思った。お夏の生まれて育った熊長屋は、岩章寺という寺のある丘の崖下にあり、片方がかなり広い草原になっていた。昔は馬場だったそうであるが、 その草原の向こうに、矢竹蔵と並んで、群れという珍しい生の重心の大きな屋敷があった。どういう役の人かは知らなかったが、正二郎という一人息子がいて、高辺の裏の木戸から出てきて、お夏と遊んだ。年は一つくらい上だったらしい。色白の丸顔で、いい着物を着て、上品な口を聞いた。彼はこちらをお夏と呼び、 お夏は彼を小二郎様と呼んだ。彼には妹が一人あり、それは幼いうち亡くなったそうで、その妹の使ったおもちゃをよく持ってきてくれた。大抵人形遊さびの道具などであるが、お夏の喜ぶのを見るのが嬉しいらしい。今に小二郎がね、大きくなったらね、お夏に家を作ってあげるよ。お庭のある広い大きな家をね。 到底実現できそうもないことを、四角目らしく幾度くか約束したりした。だんだんに疎くはなったけれども、お互いが十日十一くらいになるまでは、こうして話したり、遊んだりしたものである。それ以降は自然と遠ざかり、ごくたまに道で会うようなことがあっても、こちらで恥ずかしくなり、顔を背けて通るようにした。そして、お夏の父と兄を一度に奪ったあの洪水の日。 彼もまた馬で湖周りに出ていて、五腸縄手という鼓が切れた時、その濁流に飲まれて死んだということである。夢のことなどをそんな風に思うのは馬鹿げているかもしれない。そして母の医薬や食うものにも困っていた時の意識。つまり、お夏自身に隠れていた意識が、そんな夢となって現れたものであろう。だがそれでもいい。 彼女にはその夢が悲しいほど嬉しかった。あんなにたくさんお金のある場所を見つけてくれたことが、死んでからも自分のことを心配し、守っていてくれるようで、一種の心の支えになるように思えた。北原聖之介がその人に似ている、十一か十二の時の顔立ちが、大人になったらこうなるだろうと思われるほどよく似ていた。引けない。 あの人だけはいけない。あの人を騙してはいけない。壁を見守ったまま、こうつぶやいた。どのくらいの時間が経ってからだろう。お聞くのわめくような声で、ふと我に帰った。お内緒と言われる主人の部屋で、お鉄に向かって行っているらしい。酔って高いダミ声で、やけに怒鳴るような調子だった。遠く面神だよ。石の地蔵か金物だよ。 なんだよ、あの若僧。ふざけちゃいけないよ。ここで威張ったってしようがないじゃないか。バカだね。それで、まだお座敷にいるのかい俺は一足先に帰る。うってえ、大勢さ。もう帰っちまったよ、きっと。ニヤニヤっと笑って。俺は一足先に。お夏は立った。ほとんど無意識に立ち、お内緒へ入って行くと、酔いつぶれているお菊には構わず、お鉄の前へ。 お母さん、私に30日暇をください。こう言っておてつの目を見た。北原さんかい私は落ちぶれても侍の娘です。30日だけでいいんです。信用してください。おてつもじっとこちらの目を見た。それからうなずいて微笑した。他にいるものがあるかいいいえ、何にも。お願いします。 言いながらお夏は帯をほどき、肌着と蓋のだけになった。そうして脇にある鏡台からハサミを取ると、手早くふつふつと元指を切り、バラバラ髪を振りさばいて立ち上がった。おやおや、立花姫というこしらえだね。おてつが不審そうにこう言ったが、お夏は引きつったような顔でえしゃくをし、黙って裏口から外へ、裸足のまま小走りに出ていった。 まだかなり強く雨が降っている。お夏は暗い路地を北へ抜け、まっしぐらに中通りを横切って、桶屋町の路地を小馬場の脇へ出た。武家町へ帰るには、必ずそこを通らなければならない。いわば貸し縁への出入り口に当たっているのである。小馬場の柵に沿って、古い大きな柳の並木が茂っている。お夏はその木陰に入って、 初めて息をついた。髪毛の地から肌まで濡れ通っていた。肌着の袖で乱れかかる髪の雫をかき上げ、蓋のだけの膝を縮めた。頭をいくたびも強く横に振り、何も考えまいと唇を引き結んだ。誰が履いてたって構うもんか頬へ垂れてくる雫を手で吹き上げ、キラキラと光る目で暗い宙を見上げた。 勝てばいいんだ。勝つんだ。着物を脱いだのも、髪を溶いたのも、そうしてここまで、そんな姿で走ってきたのも、すべては衝動的で、少しの根拠もない。ただ、そうする他に手段がないという、漠然とした直角に応じただけである。引けない。そんなことは引けない。おかえり。そのまま帰るんだよ、ほなつ。時折風が来ると、 垂れた柳の枝が揺れて、バラバラと雫が降りかかった。その雫の音の中から、そう呼びかける声が聞こえるようである。そんな格好で、どうしようというの。おかえり、お夏、帰るんだよ。お夏は身震いをした。ともすると心がくじけ、そのままつい駆け戻りそうになる。寒いのだろうか。鳥肌が立ち、歯がカチカチ触れ合うほど、 体が震えた。その時、彼が来たのである。ゆっくりした歩きぶりで、印入りの傘をさして、彼だということはすぐに分かった。お夏は息を詰め、自分の前を通って行く彼の姿をじっと見守った。いけない。ほやめなさい。こういう声を聞いたように思い、その声に突き飛ばされたかのごとく、 お夏は木陰から出ると走り出した。裸足の足が何かを踏み、鋭い痛みで、はっと叫んだ。しかしそのまま走って行き、彼の傘の中へ飛び込むようにして、いきなりすがりついた。どうぞ、お助けください。追われております。彼は、うっというような声を上げ、身を引きながら後ろへ振り返った。お夏はぴったりと寄り添い、息をあえがせ。 全身をわなわなと震わせた。大丈夫だ。追ってくるものはないようだ。どうぞ早く、ここからお連れくださいまし。補正で必ず追って参ります。捕らえられましたら、私、死んでしまいます。うちまで送ってあげよう。どこですは、あの、ずっと、温国でございます。お夏は声までおののいていた。ここには知るべもございません。わけがあって。 騙されましてはて、もう、どういたしていいか。これをかたかけておいでなさい。彼は炉の夏羽織を脱ぎ、それをお夏の背にかけてやった。それから小さな体全体を自分と傘とで、かわい,い隠すようにして、何事もなかった風な足取りで歩き出した。ともかく、私の家まで行くことにしましょう。黙っておいでなさい。 ああ、これは、裸足ですね。その足、どうかしたんですか夢中で飛び出しまして、途中で何か踏んだらしゅうございますの。それはつらいでしょう。履物屋も閉めてしまったろうし、籠ではおったに手がかりがつくだろうし、おぶってゆくわけにもゆかないし。私、大丈夫でございます。お夏は痛むのを我慢して、男のゆったりした大股に小走りでついていった。 北原聖之助の住まいは、上条というところにあった。山の車へ行く犬門の通りから北へ入り、屋敷町の一番端にあたっている。表から入ると、塀に沿ってすぐ右に、侍長屋のような建物がある。彼はその戸口を叩いて、ジ兵ベイ、と呼んだ。そうして、明かりを持って老人が現れると。この人に、用使わせて、 何か着るものを出してあげてくれ。足を痛めているらしい。薬をつけて、それから、何か事情があるようだから、よく聞いた上で世話をしてやってくれ。こう言って、自分は向こうへ去った。そこはジンベイという下僕の小屋で、カネという老妻と二人で住まっていた。ジンベイは五十六七、妻女もおつかつであろう。 二人ですぐに湯を明かし、行髄を使わせ、最女の若い頃使ったという、肌のものから、肩びらの帯などを出して着せてくれた。おお、これは、釘を踏み抜いたのだ。錆びていたんでなければいいが。とにかく、金へ着てちょっと手を貸さないか。少し血を出しておく方がいいかもしれぬ。お夏はされるままになっていた。そしてこの間に、 問われたとき、答える話の道筋を、念を入れてしっかりと頭に畳み込んだ。すっかり終わると、最女の入れてくれた茶を一口すすり、両手を膝に置いて、ぽつりぽつり、身の上話をした。家は、ごく軽い侍でございました。藩の名は、お許しくださいまし。家族は、父母と兄、私の四人でございました。 洪水を思わぬ災悪というふうにぼかし、父と兄を一度に取られたこと。母は重病になって、その領事のために金を借りたこと。母が亡くなった後、借りた金に縛られて、この土地へ連れて来られたこと。そうして、素性のいかがわしい男と結婚させられることを知り、一層死ぬつもりで飛び出したこと。およそそういう具合に、嘘と事実と、 取り混ぜて語った。お夏が途切れ途切れに話す間、外には依然、静かな、雨の音がしていた。二の一。人兵が言って、その通り事情を話したらしい。半時ほどすると、母屋の方へ移され、いよという老女に引き取られて、 その夜は戦時薬など飲ばされて寝た。いよという人は聖之助の乳母だったが、そのまま現在まで住み着き、今では火星の束ねをしているということだった。52歳になる肥えた体つきで、おっとりしているが感じやすい気象と見え、あくる日、お夏から詳しく身の上を聞きながら、しきりに涙をこぼした。そんな風では。 帰ってゆく親類もないでしょうね。そんな金をお借りなさるようではね。本当に。なんということでしょう。そして涙を拭いてはうなずいた。ようございます。こうなるのも何かのご縁でしょう。あたしから旦那様にお願いして、どうにか身の振り方を考えていただきましょう。何かご思案があるでしょうから。しかし、その時も 伊予の気持ちは決まっていたらしい。聖之助の意見でしばらくこの家で面倒を見る。その間、伊予の手伝いのつもりで働いてもらいたい。そういうことだった。そして、伊予の今の隣に部屋を決め、間に合わせだと言って、着物や帯や紙道具などまで人揃え出してくれた。誰れか若い人が欲しいと思っていたのだけれど、旦那様が、 まだご結婚前だからでしょうか。それは困るとおっしゃるので、これまで不自由を我慢してきたんですよ。おかげであたしも少し気が楽になれます。いよはこう言ったが、しかしそれとなくお夏の気居動作に目を配っている様子だった。聖之助はその時二十六であった。聖母は体の弱かった人で、彼を産むとすぐに寝つき、 ようやく治って起きたと思うと、すぐにまた病むという具合で、彼が七つの年にとうとう亡くなってしまった。父は小在門と言って身分は大より合い、松倉という者と交代で何度奉行を務めるのが世襲の役になっていた。妻を非常に愛していて、病中の看護ぶりは人に真似のできないものであった。暇さえあれば病魔へ行って、 花を飾り、香を焚き、何か軽口を言っては妻を笑わせ、またしばしば音曲の校舎を招いて、ふすまを払ったこちらの座敷で演奏させ、自分は妻の枕元で、さも楽しそうに酒を飲んだ。妻の死がどんなに答えたか、旗の者にはわからなかった。小在門は一滴の涙も見せなかったが、しかしそれ以来ずっと独身で通し、 五年前、四十七歳で死んだ。聖之助はすぐ家督を継いだが、その年から南土奉行は松倉に交代したので、現在では無役のまま、のんきに暮らしている。広い屋敷には今彼と伊予、父の代からいる時山中也という老武士、若い下僕二人に神兵衛夫妻だけしかいなかった。伊予の目が、 いつも自分の様子を見ていることは、お夏はよく知っていた。しかしそれは、監視するというのではなく、使って行けるかどうかを試す意味のようだった。茶を立てさせてみたり、台所で煮物をさせたり、小さな買い物の帳面をつけさせたり、さりげなく古い文み保護を読ませたりした。よほどしつけが厳しかったと見えるのね。今年の割にしては。 少し出来すぎるくらいなさるわ。家はそんな風に言い、また近在にある自分の実家の弟にやるのだと言って、手紙の代筆なども書かせたりした。清之助は大寄り合いという席だけで、臨時の会合でもない限り、月に一度途上すればよかった。大抵家にいるが、いつも友達が訪ねてくるし、 三日目くらいには誘われて外出し、夜遅く帰ることも珍しくなかった。友達にはご将棋とか歌いなどに凝っているものがあって、彼も勧められて一応はやってみたという。だが、どれ一つとしてものにならなかった。ごは目の数が多すぎて、頭がちらくらするっておっしゃるんですよ。伊よが笑いながらそんな話をした。将棋では、 もっと面白いことがありました。絹巻さんというお友達が、この方も不器用組だそうですけれどね。お二人で同じ時分、将棋を始めなすったんでしょういつか猿山という当時場へいらして、退屈だから将棋をしようということになったのですって。猿山というのは、この城下から北にあたる、大田川の支流の浅井川というのを三里ばかり遡った、 谷合にある温泉場で、胃腸によく効くと言われ、周りが紅葉の名所であるのも加えて、かなり遠くからも当時客が絶えず、宿も三十軒ばかりあって繁盛していた。三好の女主の確かおばか何かにあたる人が、その猿山のかなり大きな温泉宿の後添えに行っていて、秋になると遊びに行くのだということをおてつが言っていた。 10月になると、山鳥だの、つぐみだのが、うんとこさ取れるんだよ。そのまたうまいったら、サンドサンド、あたしゃ、いくにち食べても飽きないね。そんな話も、たびたび聞かされたものだ。セレと、その宿の主人が、いよはおかしそうに続けた。大変、大事な客だと思っていたのでしょうね。自分でバンダの小たのなんぞを運んできて、 一つ拝見を、って、そばへ座ったのですと。二人はまだ覚えたばかりで、人に見られるのは迷惑だった。しかし、主人は動く様子がないので、仕方なしに、ともかくも駒を並べた。さて、並べ終わってみると、互いの飛車と角が、同一の筋にある。おい、北原。お前、飛車と角があべこべじゃないか角がこっちだろ。 キヌマが確信のない口ぶりでこう言った。聖之助もそう言われると困った。自分は正しく並べたつもりである。が、そういえばそうのようにも思えた。いや、角は確か、こっちだろう。そうかな。俺はそうは思えないがね。なんとも集体である。なんとも引っ込みのつかない感じで、キヌマがそばにいる宿の主人に聞いてみた。角と飛車は、 どう並べるべきか、二人のどちらが正しいか、こう聞いてみた。すると、主人はうなって、首をかしげて、もう一度うなって。さて、私も、そこまでは存じません。こう言ったということである。そこまでは知らないと言って、ナツさん、駒の並べ方に、そこも何もないじゃありませんか。私、おかしくっておかしくって。 歌いはその頃まだ続けていた。つ日に一度ずつ師匠が稽古をつけに来る。そういう日は師匠が帰ってからも一人でよく復讐しているが、それはそういうものを聞く耳を持たないお夏にも、極めて気厳な、歯がゆいものに思われた。初めて彼の今へ茶を入れに行った時のことであるが、こちらで湯を冷まし、茶を入れていると、彼はその歌いの復讐をしていた。 何を歌っているのか、お夏にはわからない。何しろ、丸、ま、びのした調子で、声はよろよろしたり、戸惑ったり、途切れたり、もつれたりする。どうにも我慢できなかった。急いで手元で口を押さえたが間に合わず、つい、くくっと吹き出してしまった。どうしたんだああ、俺の歌いか。聖之助は、こう言って苦笑いをした。ごめん、遊ばせ。 大変失礼いたしました。何、自分でもおかしいんだ。そうして、照れたように顎を撫でた。七日目頃から伊予に言われて、聖之助の世話をするようになった。茶や食事の給仕外出や帰宅の時の着替え、そして友達が来た時の接待。中にはイオでなければならないこともあるが、大抵はお夏が用をお達した。 ことに友人たちが集まると、その人たちの方で、お夏を話さなくなった。ガっさんこの間の恋国は残っていませんかねキリマキは初めのうちは、そんな風に言ってよく、お夏をまごつかせた。まあ、いくらなんでもそんなに、いつまでとってはおけませんですわ。それは残念。では、一つ作ってください。つまり、それが彼の、ねだり方なのであった。 最もよく訪ねてくるのは、木の巻大学と津田吉部、河野又三郎の三人である。その他にも、大月、渡り、蒲田などといって、顔ぶれはほとんど決まっていた。おそらく、三好などへ来たのは、この仲間であろう。しかし、お夏は、武家の座敷には出なかったし、彼らの席へも、たった一度、それも、ごくわずかな時間しか出なかったので、 おぼろげに、きぬまきの顔を覚えているほかは、誰一人、記憶に残ってはいなかった。せいのすけをはじめ、客の人たちはみんな、一種の尊敬といたわりの態度でお夏に接した。この家の娘という感じでもなく、もちろん、召使いに対する扱いでは決してない。きぬまきなどは、ずいぶん遠慮のない方だが、それでも、ひとすじはっきりと隔てがあり、 礼儀を崩すようなことは少しもなかった。身の回りの世話をし始めてから、はっきりお夏に分かったことであるが、清之助のどこも正二郎に似てはいなかった。あの夜、廊下から須戸越しに見た時は、正二郎様の幼顔に生き写しのようだった。あまりに似ているので、息苦しくなったほどびっくりしたが、そばで暮らすようになって、 落ち着いてみるとまるで違う。ふと微笑する時などに共通する面差しがいくらかあるかもしれないけれど、それでさえ似ているというほどのものではなかった。どうしてあの時、葉のように見えたのだろう。まるで庄次郎様そっくりに見えたと思ったのに。これが、気の迷いというものかしらん。しかしそれで、 帰って気持ちは軽くなった。心の中で大切にしてきた人と、面影がそれほど似ているとしたら、決心したことをやり遂げることはできなかったかもしれない。今はそんなたじろぎはなかった。お夏は、むしろ自分で自分をけしかけながら、その機会の来るのを待った。2の2。機会は一つしかない。 友達とどこかで会合して夜遅く酔って帰る。それが最も良い機会である。お夏はすぐにそう見てとった。時にはずっと老けて帰ることもあるし、そんな時には伊予に代わって新女の世話もするから、ごく自然にことが運びそうであった。けれども、お夏は決して急がなかった。伊からもらった地味な着物や帯を。 さらにできるだけ地味に着。いオが進める化粧もせず、髪なども目立たない古風な言い方をした。どうしてそんな風になさるの若い人はあなただけなのだから、少しは家の中が華やくように、娘らしいみじまいをなさいな。イオはこう言って、時々自分で髪をあげてくれたりした。また、自分の若い時使った着物や、 派手な下着や肌のものなど、幾品となく出してきてくれたし、借りてある専用の鏡台には、おろいや口紅や紅油なども揃えてくれた。しかし、夜夏はどうしても派手には作らない。せっかく言ってもらった髪も、すぐ元のように自分で直してしまった。こういたしませんと、何ですか、気持ちが落ち着きませんの。それではまるで、 おばあさんのようではないの。でも、わたくしには、これが一番、しっくりいたしますわ。生まれつきでございますね。こう言って、すがすがしく、微笑するのであった。だが、おなつは知っていた。そういう地味すぎるほど地味な作りが、どんなに飾るよりも、自分の美しさを際立たせ、どのように男たちの注意を引きつけるかということ。 彼女の体つきは小柄であるし、着物を着ると痩せて見えるが、実際は柔軟な好ましい肉づきで、手足の先のすんなりと小さい割に、腰や太ももは張りのある豊かな緊張を持っていた。成熟しきっている若さと溢れるような艶やかさは、着付けや髪形が地味でくすんでいるほど逆に魅力を強めるものだ。 美しいものは表すよりも、隠す方がさらに美しく見える。お夏は三しでの生活で、現実的な技巧としてもそれを知った。そうして、それが誤っていないことを、まず木沼きや津田や河野たち、ひっくるめて、このうちへ来る若い客たちみんなの、自分に対する言葉や眼差しではっきりと確かめた。 聖之助はどうだろうか。彼女にはよくわからなかった。彼が自分に引きつけられていると思う時もあるし、まるっきり無関心であるように見える時もあった。誰も客がなく、差し向かいで聖之助に酒の尺をしたことがある。夕下のずっと後で、珍しく寝る前の酒だった。この家に落ち着いていられそうか 別に辛いようなことはないか。黙って飲んでいた彼が、ふとこう言った。それから口がほぐれたように、ぽつりぽつりと、静かに話をしたが。あの時の足の傷は、もういいのか。突然、そんなことを言い出したり、また急に、おじという人のことを持ち出したりした。遮草とよいえ、養子に行った人でね、父の弟に当たるんだが、 近いうちに来るそうだから、接待を頼むよ。酒好きで別に難しいことはないんだ。魚に注文があるけれども、それはイオが知っているからね。おばも一緒に来るかもしれない。母が亡くなってからはね、このおばとイオが母親代わりだったんだよ。それから友人たちの話をし、今度は自分の少年時代のことを語った。 しいて話題を探すという風でもない。落ち着いた静かな調子なのに、話は何の連絡もなく、こっちからあっちへ飛び、いろいろな断片を順序もなく並べてみせる感じだった。酔っていらっしゃる。お夏はこう思った。いつもより量を多く飲んでいるし、話しぶりとは反対に、絶えず身ろぎをし、常とは違った眼差しで、時より 燃えるようにこちらを見つめた。少し過ごしたな。もう寝よ。こう言って立った時、彼がよろめいたので、お夏は反射的に手で支えた。彼はその手を押さえた。力のこもった、火のように熱い手であった。しかしそれはほんのわずかな接触で、彼はその手を離してすぐに立ち直り。大丈夫。なんでもない。大丈夫。 こう言って、廊下へ出て行った。その時彼を神女へ送ってから、お夏は手早く髪を解き、派手な色の下着に変え、顔へうそく化粧をした。そうして、忘れていたように装って、水と湯呑みを乗せた盆を持ち、そっと神女へ入って行った。動機がひどく高く、膝のあたりが震えた。彼は暗くしてある安闘の、 ほのかな光の中で、荒く呼吸しながら行がしていた。ごめん遊ばせ。お日やを忘れまして。こう言いながら、お夏は枕近くへ寄って、静かに盆を置いた。の之助は目を開いた。そして、一瞬、燃えるような眼差しで、じっとこちらの顔を見た。今にも彼の手が伸びてきそうだった。お夏は息が詰まった。 ありがとう。俺も気がつかなかった。聖之助は、喉に何かかえたような声でそう言い、そのまま目をつむった。お夏は緊張から解かれ、失望と安どとの入り混じった、痛がゆいような気持ちで、そっと引き下がった。そして、障子を閉めようとしたとき、夏、という低い声を、後ろに聞いた。 お夏は締めかけた障子の手を止めて、そっと振り返った。はい。お呼びでございますか彼は元の姿勢のまま、目をつむっていた。三の一。夏と呼んだ聖之助の声には、明らかに衝動の火がこもっていた。抑えかねた情熱の響きが、直にこちらへ、 糸を引くように感じられた。お夏は膝をついたまま振り返り、それが予期した瞬間であることを直感して、不安と小びとの入り混じった無意識の品を作りながら目を上げた。お呼びでございますか聖之助は元の姿勢のままだった。枕の上に仰向けに寝て、じっと目をつむったまま、そうしてやがて静かに言った。 いや、なんでもない。もういい。冷ややかな、そっけない声であった。夏と呼びかけた声とはまるで裏腹な、取り付く島のない、突き放すような調子である。お夏は恥ずかしめられたもののように赤くなり、挨拶の言葉も言うことができず、逃げるように障子を閉めて去った。あの方は、自分に惹かれているのだろうか それともまるで、関心を持っていないのだろうか。お夏にはどうしても、その判断がつかないうちに、日が経っていった。聖之助の話したおじにあたる人と、その才女が訪ねてきたのは、そんなことがあってから、三日ばかり後のことである。サ草グサという人は四十五六、才女は一つ二つ下であろう。どちらも超えているし。 どちらも開放的な性分らしく、来るとすぐからお夏に親しく呼びかけ、もう長い知り合いかなんぞのように話したり笑ったりした。私大変な汗かきなんですよ。それだもんで、ね、いつもご馳走になった後でお風呂をいただくの、おかしいでしょ夏さんでも他のお呼ばれはできないわね。最初はこう言って、 汗になった襟元などを見せるような、じかな親しさを示した。私、後でお流しもします。それより、一緒に入りましょう。いいでしょう、聖之助さん。後でなっさんをお借りしてよ。若くなるつもりでいるんだ。ナイキが酔って赤くなった顔でこう笑った。若い者と一緒に風呂へ入ると、肌が若くなるんだそうだ。誰かに聞いたもんだから。 早速試すつもりさ。あの年になって、まだそんな孟集があるんだから。女なんて、愚かなものだ、でしょ最初はたくみに、夫の言葉の先を取った。はい、わかりました。そこでつかぬことをお伺い申しますけれど、ご自分がこの間隠れて、白髪を抜いていらしたのは、どういう孟集でございますかほうおじさんも白髪があるんですか バカを言え、何をつまらんことを。白髪などというものは見たこともない。えハゲるたちでございますの。バカバカしい会話であるが、あけっぱなしで息の合った、なごやかな夫婦の情がよくうかがわれ、いよまでが声を上げて笑った。食事の済んだ後しばらく休んでから、最女は本当にお夏と一緒に風呂へ入った。くたびも辞退したのであるが、 い家までそばについて進めるので、ついに断りきれなくなり、思い切って言われる通りにした。風呂へ入って間もなく、最女がそれとなく自分の死体を眺めるのに、お夏は気がついた。それは単純な視線ではない。何かしら探るような、試すようなものが直感された。さあ、今度は私が流してあげましょう。い,いえ、そんな、もったいのございますから。 遠慮はいりませんよ。さあ、いらっしゃい。いいからそちらへお向きなさいな。仲は無理やりに背へ回った。あなたはお体もいいし、お肌もキメが細かくてお美しいのね。病気なんぞなすったことはないでしょほら、こんなにスベスベして、形よくしまっていて、憎らしいよね。どういうわけであろう その時急にお夏は喉が詰まり、激しく込み上げてくるおえつを止めることができなかった。おや、ドーナスってあなた泣いていらっしゃるの最後さ夫人はびっくりしたのだろう。手を離してこちらを覗いた。その声でお夏は自分の突然な感動の意味が分かった。彼女は恥ずかしさのあまり両手で顔を押さえ、なおすすり上げながら、 ギレギレに答えた。お許しくださいまし。わたくし、こんなにしていただくのは初めてでございますの。あんまりフレッシュでございまして。ああ、そうだったの。最初は明らかに心打たれた様子だった。けれどもすぐ明るい調子に帰り、わざと手荒く背を流した。こんなことで喜んでもらえるならいいわね。 うちの娘にいただいて行こうかしら。ねえ、ナさん。あなた、は私たちの娘になる気はなくって。もったいないことをおっしゃいます。どうぞもう、お願いでございますから。お夏は相手の気持ちがよくわからず、その上、泣いたりした恥ずかしさで、風呂を出るまで、サイ夫人の顔が見られなかった。その夜、夫婦が帰って、 いつもより早く寝前へ下がってから、お夏はなかなか眠ることができず、いつまでもいつまでも、まじまじと物思いにふけっていた。3-2。風呂で自分の体を試すように見た。あの最女の眼差しは何の意味だったろう。いきなりうちの娘になれなどと言ったが、それには何か訳があったのか それとも、こちらをからかっただけだろうか少しも悪意は感じられなかった。からかって笑うような風は見えなかった。でも、それならあの目は何だろうあの言葉は、どういうつもりだったのだろうずっと吹けるまで、お夏は堂々巡りをするように、同じことをいつまでも考え続けていた。 約束の日は迫ってきた。三十日という期限が五日となり四日と迫ってゆく。お夏は焦り出した。そして気持ちがせえてくるに従って次第に自信がなくなり不安な恐れのような感情が大きくなった。三好の女主の言ったことは本当だ。あの人は他の人とはまるで違う。自分などには。 小指もつかないことだ。こういう考えが、だんだん重く、胸を塞ぐのである。だが一方では、それに反発する気持ちも強くなった。いや、そんなことはない。友達付き合いとはいえ、三しなどへ遊びに来るからには、全く興味がないわけではなかろう。まだ、ふぶなので、自分から機会をつかむことができないだけだ。そうだ。 こっちを見る目つきの時に燃えるような激しさは確かに心惹かれている証拠だ。こっちから飛び込んで行けばいいのだ。今夜こそ思い切ってそんな風に自分を消しかけその時は目をつぶってもと思うのだがその後では決まって決心が揺らぎどうしても臆してしまうのであった。もう行けない。やっぱりこまめの激しりだった。 いよいよ、期限が明日という日になって、お夏はついに、こう諦めた。季節はとうに秋になっていたが、その日は初めて秋らしい静かな雨が降っていた。午後になると、絹巻たち五人が訪ねてき、すぐに小坂森が始まった。河野又三郎は、花高というあだ名があり、それは実際にも花が高いけれど、それよりも多芸多能で、 ご将棋とか、歌いとか、魚釣りとか、歌や徘徊などにまで手を出し、それを皆、一応素人離れのするくらいこなすので、ご当人はいつも鼻高々だ、という意味の方が強いらしい。酔ってくるとその自慢話で、巧みに話題をさらうのであるが、邪気がないのと話が面白いのとで、みんなは帰って、いい魚にしているように見えた。 けれどもその日は、花高さんはいつものようではなかった。こうのばかりではなく、他の人たちも常とは違って、なごやかに落ち着いて話すという具合だった。お夏に対しても、いつもほど慣れた風は見せず、木の巻などでさえ、妙に隔てのある口を聞いた。この方たちとも、もうお別れなんだ。お夏はこう思って、 懐かしいような、名残惜しいような木で、できるだけ禅の上を豊かにし、こまめに尺をして回った。そう、そろそろ席を変えるかな。これ方になると、絹巻がそう言った。お夏は引き止めたかった。明日になれば、この家を出なければならない。この家を出れば、三吉にもいられなくなる。この人たちに見知られてしまったのだから、 どこかよその土地へ住み替えをしなければならない。今日が最後なのだ。もっともっと接待をしたいし、みんなのなごやかな話をゆっくり聞いていたかった。どうぞもうしばらく。そう口まで出たけれども、この家における彼女の立場としては、そんなにくどく引き止めるわけにもゆかず、心の中でそっと一人一人に、 別れを告げながら送り出した。多分、帰りは遅くなるだろう。待っているには及ばないから、先に寝ているがいい。出て行くとき、聖之助はこう言った。い,いよと食事をして、後片付けが済むと、お夏は自分の部屋へ入って、持ち物の始末をした。一月の間にもらったり借りたりして、一通り不自由をしないくらいのものが揃っていた。 しかし、お夏はすべてを置いてゆくつもりだった。これはやるとはっきり言われたものも持ってゆく気持ちにはなれなかった。何もかも置いて、初めてこの家へ来た時の姿で、誰にも知れないように出てゆこうと思った。伊予さんにだけでも、手紙を書いておこうか。あんなに、お世話になったのだから。こう考えて机に向かったが、 事実を書くには忍びないし、これ以上人を偽るのも嫌だし、結局は筆を投げてしまった。十時の鐘を聞いて間もなく、お夏は寝た。今夜霧だから起きていて世話をしたいが、そうするとかえって未練が出そうに思えた。このままがいい。このまま、会わない方がいい。明かりを暗くして目をつむった。 雨はまだ降っていた。やや肌寒いくらいの夜で、染み入るような雨の音の中に、大らのかぼそい哀れな声で、コオロギの泣いているのが聞こえた。客の接待で疲れたのだろうか。何も思うまいと心を落ち着け、固く目をつむっているうちに案外早く眠ったらしい。何か夢を見ていて、誰かに呼ばれているのだが、 なかなか目が覚めなかった。夏。夏。こうはっきりと声が聞こえ、びっくりして目を開いた。するとついそこに、星之助が立って、こちらを見ていた。お夏は本能的に、ヤグで胸を押さえながら、それでも素早く起き直った。すまないが、酒の支度をしてきてくれ。清之助はそう言って、すぐに去った。 お夏の心の中を閃光のように何かが走った。何であるかはもちろんわからない。一瞬の光に似たものがさっと心をかすめ、我知らず身が震えた。立って着物を着る間も動機が激しく打ち、手足が自由にならないような感じだった。まるで何かに怯えているようだ。どうしてこんなに身のすくむような気持ちがするのだろうか。 そんな風に自分で不審なほどおろおろしていた。無論火もいけてあるし、鉄瓶の湯もまだ熱かった。手早く缶をし、皿小鉢を揃えて、湯を起こさないように、そっと廊下へ出て行った。今へ行くと、聖之助の姿が見えなかった。どうしたのかと思っていると、隣の仏間の襖が開いていて、そこから彼の声が聞こえた。 ありがとう。今すぐ行くから。そうしてすぐに、彼は出てきた。すでに寝巻きになっていて、こっちへ来て座ると。寝ているところを済まなかった。少し、相手をしてもらいたいんだが。こんな見苦しい格好でございまして。それで結構だよ。その方がいい。飾らない方がよほど美しいよ。彼はこう言って、眩しそうな目をした。一つ、 受けないかしばらくすると、彼は不意に逆付きを出した。こんなことは初めてである。辞退しようと思ったが、もう別れるのだと気づき、静かに膝をすめて、それを受けた。よく降る。静かな雨だ。これですっかり、秋らしくなるだろう。彼は目をつむり、戸外の雨を聞くように、いっとき浸し,した。 そうして、目をつむったままさ、囁さくように、夏、夏、と呼び、片方の手をこちらへ差し伸ばした。お夏はもう一膝進んで、その手へ逆きを返した。すると、その彼は逆ごきことお夏の手を握り、自分も身を起こすようにして引き寄せた。お夏は目がくらむように思った。手を握られ、 強い力で引き寄せられたとき、相手を突き抜け、叫ぼうとした。本当に突き抜け、叫んだかもしれない。だが、逆に何にもしなかったかもわからない。一瞬に全身の力が抜け、感覚が自分のものでなくなった。くらくらと目が見えなくなり、耳の中で気味の悪いほど血の騒ぐ音がした。不思議なことには、 仏間のふすまが少し開いていて、そこからほのかな光が漏れるのを覚えているし、また、いよが起きてきはしまいかと、気がかりだったことも記憶にある。しかし、その他のことはみんな夢中だった。キラキラと多彩な光の舞う。深い谷底へ。頭の方から後ろ様に落ちるような、混沌とした異様な感覚の中で、 お夏はほとんど気を失っていた。四の一。夜明けが近いのだろう。気温がにわかに下がったようで、いくらかき合わせても襟元が寒く、ふとすると激しく身が震えた。体の中は燃えるようだ。頭も火のように熱い。それでいて震えるほど寒い。 お夏はテイビを額で温めながら手紙を書き終わり封をすると追われるような気持ちで立ち上がった。そして裏木戸から抜け出すつもりで障子をそっと開けるなり、ああと叫んで後ろへよろめいた。そこに聖之助がいたのである。寝巻きのままでしんと立ってこちらを見ていた。そこにあるのは 置き手紙だね。彼はこう言って、小族への上を見合った。焼いておしまい。もう、不必要だよ。お夏は息が詰まるように思った。舌がこわばって何も言うことができず、ただ相手の目を見つめたまま立ちすくんでいた。清之助は微笑し、うなずきながら、いたわるように言った。話すことがある。こっちへおいで。 お夏は意志を失ったもののように、神戸を垂れてつまずいていった。聖之助は今へ入り、そこへお座りと言って、自分の机から何か取ってきた。そうして、差し向かいになると、持ってきた手紙をそこへ出して、やはり静かに微笑しながら言った。もう、あの家へ帰る必要はないんだ。あっちの方は、俺がきれいにしてある。それを見て、 見たらそれも、焼いてしまうがいい。お夏にはその言葉の意味がすぐにはわからなかった。そして、彼に促されて、その手紙を取ってみて、それが、三好における、自分の年季消紋であることを知ると、さっと青くなり、思わず叫び声を上げた。わかったね、夏。説明はいらないだろう。あの女主は、 お前が失踪したものと信じている。絹巻たちもお前があの家にいたことは知らない。これまでのことは全て終わったんだ。これから夏の新しい日が始まるんだ。わかるだろうい,いえ、い,いえ、私。いや、何も言うことはない。二人の間にはもう言葉などはいらないんだ。夏、こっちへ来てごらん。 聖之助は、こう言って立った。そうして、お夏を仏前導いて行き、そこの仏壇の脇にかけてある、衣服の画像を見せた。胸膜への上に、ろうそくが短くなって、かえって明るく炎を立てていた。画像の一つは侍、一つは婦人である。朝上市も来た男の方は、三十死後に見えるが、夫人はずっと若く、 娘のような、うゆういしい、おもざしをしていた。父と母だ。聖之助は、心のこもった声で言った。今夜のために、これを飾っておいたんだ。子供らしいと思うかもしれないが、お二人にも、喜んでもらいたかったんだよ。夏は、片みを縮め、青白くこわばった顔で、じっと夫人の画像を見守っていた。 聖之助はそばを離れながらさ、囁さくように言った。お前の舅ととめだ。挨拶をして、済んだら一って休むがいい。何も考えることはないからね。何もかも、俺に任せて、安心してお休み。分かったね。そうして、彼は出て行った。お夏は彼が去ると間もなく、北原の家を抜け出した。 東の空がほのかに白んでいるくらいで、街はまだ暗く眠っていた。しきりに降る雨の中を頭から濡れて、裸足で、ただ下へと走った。城下町を出外れたのも、八丁包みといわれる縄手道を通ったのも、半ば夢中であった。そうしてやがて、浅い川の岸に立って、早瀬の暗い水を眺めている自分に気づき、 突然、目の覚めたような気持ちで、濡れた草の上、くたくたと崩れるように座った。どうぞ、勘にしてくださいまし。頭の中で誰か他の人間が呟いているように、絶えず同じことを繰り返すのが聞こえた。夏が悪でございました。どうぞ、勘にしてくださいまし。後で考えると、 まっすぐにそこへ行ったのは知りつもりだったのかもしれない。そして、もしその時、その人が通りかからなかったら、本当に死んだかもしれないと思う。その人は越前の切り物商だそうで、国へ帰るため、城下の宿を早く立ってきた。そこへ来かかった時、まだ友の者は提灯を持っていたが、川岸の草の中に座っているお夏を見つけ、はじめは、 狂人かと思ったそうである。お夏は意識なしに行ったらしいが、自分は猿山の湯治場のもので、町から帰る途中、悪者にあって着ていたものを剥がれた。そんな風に言ったのである。猿山という地名が口に出たのは、三好の女主からよ,よく話を聞いていたのと、その話に聞いた宿へ行けば、なんとかなるという、漠然とした考えに。 支配されたからのようだ。それでは、道順だから、猿山までは行けないが、二股ま,まで送ってあげよう。その絹物商人は、お夏の言葉を信じてこう言った。そして、下着一枚で震えているのを見て、友の者に挟み箱を下ろさせ、中から自分の着替えを出して着せた上、なお、友の者の甘がっぱを上からかけてくれた。 これはあげてもいいのだが、もし気が済まないようだったら、福井城下の角や一兵宛に送ってくださるがいい。しかし、このまま切捨にしてくれていいのだから。そして彼は二股まで送ってくれ、そこから川を越して越前へ去っていった。猿山へ着いて室井というその宿を見つけるまでは、不安で安淡とした気持ちだった。 しかし、その宿の古い看板を見たとき、おてつの話の中で確かに聞いた屋号だと思い、迷わずに台所口へ入って行った。ちょうど紅葉の盛りの季節で、人手の欲しい時だったのも幸せだった。おかみさんに会いたいと言うとすぐあげてくれ、そこでお夏は何もかも打ち明けて語った。 おてつのおばにあたるというその人は、色の白い肥えた体つきで、もう五十を越しているというのに、七八つも若く見えた。地続きのせいかおてつに似て、大まかな狂気肌な性分らしく、しかしさすがにおてつよりは、はるかに落ち着いた、大きな宿の女将らしい貫禄があった。ああ、よくわかりました。 ちょうど人の欲しい時でもあるし、よかったらいてもらいますよ。稲というそのお神はすぐ承知してくれた。それからちょっと考えるような目をしていった。今聞いた話は、あたしはみんなこの場で忘れてしまいますよ。あなたも忘れておしまいなさい。うちと相談をして、うちの人の当園のものだという風うにでもしましょう。そうしてさらに、 話の様子では、客の座敷に出ない方が良さそうだから、内緒と台所の手伝いをしてもらおう。お手伝来ても、顔の合わないようにしてやるから。こういうことで、思いもかけない行為を受けることになった。主人は模平と言って、五十五六になる、たくましいかるたつきをしていたが、恐ろしく無口な、愛想のない人だった。 一日中五符を手に一人で五石を並べたり、時に尺八を吹いたり、すぐ前の渓流で魚を釣ったりしている。宿の方は妻に任せたきりで、帳面を見ようともしなかった。お夏は一年半ばかりこの家にいたのであるが、その間に彼とは二度か三度しか口を聞いたことがなかったくらいである。その当時場は、 浅井川の渓谷に沿っていて、三十数軒ある家の、ほとんど九割までが、温泉宿をしていた。村井はそこの中心とも言うべき位置にあり、二百年とか続いているようで、元屋と呼ぶ二階造りの方は、大きな広間を入れて、部屋が十五もあり、別に平屋造りの離れと呼ぶ建物が二棟あった。前は道を隔てて谷川が流れ、 その向こうは紅葉で名高い岩根山が、眉に迫る感じでそそり立っている。お夏は他の女中たちとは別に、内緒と女将の今とに挟まれた三条の部屋を与えられたが、そこの障子を開けると、正面に岩根山が見え、渓流の音が高く爽やかに、絶えず早々と聞こえてきた。紅葉の盛りが過ぎ、 客がめっきり少なくなった。おてつは今年は来ないそうだ。どうやら亭主のようなものができたらしい。そんなことをイネが言った。それからつい、二三日してのことであるが、一緒に湯へ入った時、イネがおなつの体を見て、ちょっと首をかしげるようにしながら。あんた、晴れじゃないのこう言って、また村地のあたりを見た。 おかしいわよ。ずっと順調にやるのお夏はドキッとした。手ぬぐいで胸を覆いながら、恥ずかしさと不安のために身を縮めた。そして問われるままに、北原の家を出てからずっとそれがなかったこと、自分ではただ単純な変調だと思っていたことを語った。それじゃ、あ、大抵間違いはないね。一度見てもらう方がいいわよ。 稲はこういった後で、もしそうと決まったらよく考えて、始末するなら早い方がよい、とさりげない調子で言った。それから数日して、稲の古い地域だというサンバが来た。まだ四重そこそこの広くテキパキした女だったが、一通り見た後、確かに身ごもっていると言った。いいえ、よくあることですよ。 一晩きりだからって、ちっとも珍しいことじゃありませんよ。そうして、稲に含められていたのだろう。そのつもりなら、今のうちの方が楽だからと、すぐにもその手はずをつけようとする様子だったが、お夏はきっぱりと断った。稲はそばにいて励まし、勇気を出すようにと言った。だってあんた、そんな子を抱えて、行く先苦労するばかりじゃないの。 諦めなさい。あたし産みたいんです。そこを考えなくちゃダメよ。あんたならこれからだってきっといい縁があるわ。どんなにだって幸せになれるんだし。それに、生まれてくるもの,のためにだって、そうするのが慈悲というものだわ。しかし、夜夏は目をキラキラさせ、反抗するような姿勢で、どうしても産む。と言い張った。 稲は自分が幸運な経験がないので、お夏の感情を理解することができなかったのだろう。明らかに嫌な顔をし、またしご日は機嫌が悪かった。だがやがて、思い当たることがあったらしい。あるよ、差し向かいになった時、お夏の目を見てうなずき、しみじみとした口ぶりで言った。心配しなくてもいいのよ。 体に気をつけてね。丈夫ない赤ちゃんを産みなさいね。私、つい、ど忘れしていたのよ。あんたがその人の家を出た時の気持ち。いつか聞いたわね。あんたはそんなにも、本気だったんだものね。4-2 あクる年の6月下旬に子が生まれた。よく肥えた男の子で、主人のモヘイが名付け親になり、お七夜に陽次郎と名をつけて祝ってくれた。お夏は初はめからモヘイの身寄りの者ということで、一人別格に扱われていたから、他の女中たちは反感もあったらしく、それまであまり寄りつかなかったが、子供が生まれてからはよく来るようになった。まあ、 かわいいわね。気量よしだわ。ねえ、ちょっと抱かせて。はたしに抱かせて。ねえ、いいわね、ナっさんはたし、赤ちゃんのおちちくさいの大好き。ねえ、大事にするから、ちょっとだけ抱かせてね。ガールガール来てはそんな風にいい。あやしたり、ほうずりをしたり、抱きたかったりした。父は余るほど出た。お夏は日立ちがよく、二日目には起きて洗濯もし。 小付けや台所の手伝いなども、以前より元気に、テキパキやり始めた。稲は子守を雇ってくれたが、おかしなことには、少しもその子に守りをさせない。そばへ寝かしておくか抱くか、いつも自分がここにつきっきりである。まるでおかみさん、孫ができたみたいね。女中たちがそういうばかりでなく、馴染みの客からも、いつそんな孫ができたのか。 真面目に聞かれることがよくあった。紅葉の季節が巡ってきて、客の混雑で、目の回るような、忙しい日が続いた。その最中に思いがけなく、越前の着る者庄が訪ねてきて、三日ばかり泊まっていった。去年のあの時借りた着物は、室井へ住み着くとすぐ、心ばかりの礼を添えて福井へ送ったが、その時の頼りを忘れずに寄ったのである。 友は別の若者であった。お夏はもちろん、稲も事情を知っているので、一晩だけというのを引き止めて、寒滞した。四日目の朝。門谷一兵衛が立つ時、お夏は宿外れまで送っていった。霧の深い朝で、岩根山の斜面は、濃い土色の幕に覆われていたが、溶栄する霧の間から、時折燃えるような紅葉が。 鮮やかに見えた。また帰りに寄らせてもらいますよ。今度はあまり丁寧なことはしないようにね。こっちも気が休まらないから。頼みますよ。こう言って、角や主従は別れていった。彼らはすぐ霧の中へ見えなくなったが、お夏はややしばらくそこに立って見送っていた。それから引き返したのであるが、宿の柳にかかるところで、 やはり、どこかの宿を立ってきたらしい。四五人の客とすれ違った。濃い霧が巻いているので、近づくまでわからなかったが、姿が見えたとき、彼らが武家であるのを知り、はっとして脇へ背いて、足早にすれ違った。そのとき彼らの中で、あっという声を上げたものがある。お夏は確かに、それを聞いたように思って、立ち止まって、 こちらを見るような気配を感じた。知っている人ではないだろうか。そう思うと不安で、五六日は気持ちが落ち着かなかった。しかしそれから別に変わったこともなく、忙しい時期も無事すぎて、次第に客足も少なくなり、やがて川上の山々に雪が降り始めた。十月の末に三日ばかり雨が続き、 それが上がったと思うと、猿山にも雪が来た。ここでは大して積もるようなことはない。ちょうど冬の梅雨といった具合で、宵いのうちとか午前とか午後とか、ひとしきり降るとまもなく晴れる。近在の人たちはそれを猿山の吉い雪というそうであるが、その雪が来始めて十一月に入り、四日の日の午後になって突然、 北原聖之助が訪ねてきた。お夏はその時、離れの縁側で、洋次郎を抱いて父を飲ませていた。そこは本屋の後ろの少し高くなった丘の中腹で、南の日をいっぱいに受け、座っていてもぼっとするくらい暖かかった。子供は満腹したらしく、乳首をくわえるだけで、いい機嫌に鼻声を立てながら、しきりに手で、 呂のちぶさをいたずらしていた。さあ、もういいの。おいたをするなら、ないないちまちょう。うね、また後で。そう言って、父を話そうとしていると、本屋へ通ずる道を、稲が落ち着かない様子で登ってきた。本能的な敏感とでも言うのだろう。せかせかした稲の足取りを、緊張した顔つきを見るなり、お夏ははっと色を変え、 子供を抱いて逃げるように座敷の中へ隠れた。稲は後から入ってくると、縁側の障子を閉め、お夏のそばへ来て座った。あの方がおいでになったのよ。北原さんとおっしゃったわね。今までお相手をして、いろいろお話を伺ったけれど、あたしがいるって、ここにいるって言っておしまいになったのまだそうは言わないけれど、でもすっかり、 知っておいでになったらしい。あんたいつか、お侍とすれ違ったとき、どうとか言ってたでしょあの時の方が、木巻さんとか言う人で、それから手を回して、調べになったようだわ。それでも、おかみさんが知らないと言い通してくだされば、人違いだと言ってくださればいいわ。そうでなければ、私まあ、とにかく落ち着きなさいよ。稲は来いって、 びっくりしている洋次郎をあやし、自分の方へ抱き取った。その時、正字を開けて、聖之助がそこへ入ってきたのである。はっお夏は叫んで立とうとするように見えたが、身がすくんで動くことができず、わなわなと震えながら脇へ顔を背けた。稲も何か言おうとしたが、もはや自分の口を出す場合ではないと思ったのだろう。 子供を抱いて立ち上がって、そっと廊下へ出て行った。夏、会いたかった。清之助はそう言って、そこへ座った。お前、どうして家を出たんだあの晩あれだけ行ったのに。お前には、俺が信じられなかったのか。お夏は黙って震えていた。まだ式も挙げず、ちゃんと話も決めないうちに、 ああいうことになったのは俺が悪かったかもしれない。確かに常識外れであった。しかしあの時は俺にはそうする他に思案がつかなかったのだ。はじめからのこと、すっかり言ってしまおう。彼はこう言って静かに語り出した。お夏が北原の家に来て間もなく、絹巻たちの例の仲間と三好へ行った。そして起きっから。 お夏の企みを聞いた。非常に意外だったが、彼は白を切った。そんなものは来ない。あ、いもしない。こう言い通した。それで結局、お夏はそのままどこかへ逃げたということになった。彼は自分のためにそんなことになったのだからと、お鉄を呼んで巧みに言いくるめて、お夏の借金を払い、証文を受け取った。そうして、 お夏の日常の様子を注意していた。彼女はしが足軽の娘であることや、そこへ見落とした事情は、おてつから聞いて知っていたが、注意してみると、気虚の作法もきちんとしているし、読み書きも、似たきも、縫い繕いも、一通り以上のたしなみがある。これは彼がそう認める前に、彼を育った伊予の方が先に感心して、しきりに、いい娘だと褒め出した。 数情さえはっきりすれば、あなたのお嫁に欲しいくらいですね。そんなことを言うようになったが、聖之助はその前後から自分でもそのつもりになり、サイグのおじを訪ねて荒ましの事情を、三吉のことは別にして話した。するとおじ夫妻も一度見ようということになり、二人で来てお夏を見た上、おばの方がこれまたすっかり惚れ込んでしまった。 あの人なら申し分なしよ。よそへ取られないうちに、早くおもらいなさい。こう言って進めたそうである。この間には親しい友達の意見も聞いたが、みんな賛成で、素性がはっきりしない点を除いては、誰にも意義がなかった。清之助は、お夏の素性がわかっていたし、何しろ、サイグサの輪が大層乗り切れ、 最草の養女にすればいいというくらいだったから、その点は心配することはないと思った。こうして、周りの者の意向はすっかり決まった。だが、そうしているうちに日が経った。聞くところによると三十日という日切りだそうだ。俺は正面からそれまでの行く立てを話そうかと思った。しかしお前の気象では、 それを聞いたら恥じて出て行くだろうと思った。聖之助は目を伏せ、感情を抑えるように息をついてから、また静かに続けた。詳しく打ち明ければ、恥じて出て行くだろうし、そのままにしていても、日限が切れれば出て行くだろう。お前の様子でそれが分かった。どうしたら、出て行かずに済むか。 どうしたら引き止めることができるか。いろいろ考えた上、方法は一つしかないと思った。言葉も詩もいらない。確かな異常で結びつくのが先だ。他のことは全てその後でいい。そう思った。脇へ背けているお夏の方に、さっきから涙が筋をなして流れている。 聖之助はその涙を見た、すり寄って抱きしめたい衝動にかられたらしい。つうと見動きしたが、しかし、ぐっと唇を引き結び、さらにこう言葉を継いだ。あの日、友達を呼んだのは、形ばかりだが、内周限のつもりだった。友達もそのつもりで、口には出さなかったが、みんな祝ってくれた。 きっと母の肖像を仏前飾った気持ちはあの時言ったはずだ。しかし、こんなことは実は少しも話す必要はないんだ、夏。俺はお前を愛していた。今でも、これからも。俺にはお前の他に妻はない。俺の愛することのできるのはお前だけだ。夏。 帰ってくれ。四の三。酔いの内から降り出した雪が、さらさらと、吹けた雨戸に音を立てている。幼次郎を寝かせてあるそばで、稲が泣き、お夏も泣きながら話していた。油が少なくなったのだろう。暗闘の火が、じりじりつぶやきながら揺れ。 日よけの炭火は白く厚く灰をかむっていた。あれから聖之助は幼次郎と長いこと遊び、いい気持ちそうに酒を飲んで寝た。よくわかりました。それでは帰らせていただきます。お夏がそう答えたのを信じて、これでようやく安心して寝られる。久しぶりで今夜は、 バカのように眠れる。そんなことを言ったが、その時の本当に安堵したような嬉しそうな顔がまだ見えるようであった。あたし、影で聞いていたわ。そして、もらい泣きをしたわよ、ナツさん。稲は涙をふいて、囁くように言った。あんなにナツさんのことを思っているんじゃないの あんなにいろいろ気を砕いていらっしゃるじゃないの。それをまた逃げるなんて。あれだけ思ってくれる気持ちを受けないなんて。それじゃああんまりひどいと思うわ。私だって、そうしたいわ。私だって、あの方のそばへ行きたいのよ。おいつが喉を塞ぎ、いくら吹いても、 あとからあとから涙が頬を濡らした。今すぐに飛び出して、あの人の懐へすがりついて、声限りに泣きたいと思う。だが、そうすることはできない。お夏は身もないをし、歯を食いしばって、むせびながら続けた。あたし、あの方が好きなの。生涯で、たった一人の方だわ。だから、 それだから、おそばへは行けないのよ。わからない。あたしにはわからないわ。あたしが初めて、あの方のところへ行ったのは、あの方を口説き落として、お客にして、三好からお金をもらい、証文を取って、みんなを、はっと言わせるつもりだったの。ひどい。 自分で今考えてもあんまりひどい、恥ずかしい、いやらしい気持ちだわ。私があの方を本当に思い、あの方が、私を思ってくださるのは、少しも嘘のない綺麗な、まじりけのないものよ。だから、私にはできないの。はじめの、いやらしい、汚い気持ちさえなかったら、どんな無理をしたっておそばへ行くわ。 でも、私にはできない。一番初めのやしい気持ちは、どうしたって、自分で許すことができないのよ。お夏はたもとで顔を覆い、声を忍ばせて泣き言った。そうして、苦痛を訴える者の,のように、食いしばった歯の間から、怠怠にこう言った。ひどい世の中で、思い思われ。 愛し愛されるということは、それだけで美しい、綺麗な、尊いものだと思うの。それだけは、汚してはいけないと思うの。私一人で生きるわ。あの方に愛していただいたこと、これまで、愛していて暮らすったこと。それだけで、生まれてきた甲斐があるわ。私 一人で立派に生きるの。あの子を、あの方の誇らしく、立派に育てるわ。それが、それが、たった一つの。そこで、お夏の言葉が切れた。それが唯一の食材という意であろうか。それとも、愛の証と言いたかったのだろうか。言葉はそこで切れたまま。 お夏は崩れるように、そこへ泣き伏してしまった。分かったわ。よくわかったわ、ナさんン。稲はため息をつき、目の周りをそっと撫でながら、低い声でこうさやいた。私たしがほんなでなければ、こんな気持ちはわからないかもしれない。いいわ。奈良崎という方は、大神のお受けらしいから。 わけをよく話して頼んでみるわ。ようちゃんのためにも、お武家の家の方がいい。古くから、ごひいきのお客だから、きっと承知して、面倒を見てくださると思うわ。でもそうして、またあんたがいなくなったら、あの方はどんなに、おっしゃらないで。それだけは、お願いですから、もう、おっしゃらないで。 お夏は耳を塞いで叫ぶように言った。洋次郎と床を並べて寝たのは夜半過ぎであった。聖之助は家の方の支度をして改めて迎えに来るという。しかしその時はもうお夏はここにはいないであろう。稲に打ち明けて泣くだけ泣いた。もう何も考えてはいけない。何も思わずに寝よう。 こう自分に言い聞かせて目を閉じた。固く閉じたまぶたのうちに、ふいと、正次郎様の顔が浮かび上がった。どういう意識の働きだろう。お夏は、その面影に向かって、心の中で悲しく呼びかけた。ええ。本当でしたわ、正次郎様。あなたは本当にたくさん。 いいものを見つけてくださいましたわ。私の泣いたのが悲しいだけではなかったということ、あなたには分かっていただけますわね。夏はこれまでより元気で強く生きて参りますわ。見ていてくださいましね。その夜はずっと降り続いたのだろう。朝になると山も谷も一面の雪で。 珍しく三寸余りも積もっていた。お夏は洋次郎を抱いて、帰ってゆくの之助を道まで見送った。彼はいかにも別れが惜しいらしく、くたびも子供を抱きとったり、今度こそ待っていてくれと念をしたりした。お夏はできるだけ明るい調子で彼の目を見つめ、微笑して待っていますと誓った。 では、近いうちに。聖之助はやがて、思い切ったというふうに、口を一文字にした笑い方で、こちらを見つめながら、別れを告げた。四五日のうちには来る。それまで、お前も坊やも、気をつけてね。はい。あなた様も、どうぞ。では、行くよ。彼は雪の中を大股に去っていった。 もう、振り返らなかった。たくましい肩を見せ、しっかりとした大きな歩調で、ずんずん去ってゆく。お夏は洋次郎を抱き上げ、その後ろ姿を指さしながら言った。よく、見ておくのよ、洋ちゃん。あれがあなたのお父様よ。あなたも今に、お父様のような、立派な人になるのね。さあ、もっとよく見るの。 よーく見るのよ。わかって。あれがようちゃんのお父様なのよ。溢れてくる涙をそのまま、お夏は懸命に微笑して、なお高く子供を抱き上げるのであった。聖之助の姿は、すでに遠く、小さくなっていた。